岩田元義さんは93歳、元海軍特攻隊員としてここ山口県平尾町の基地に配属されました。74年ぶりにやっと平尾町に訪れることができた岩田さんには、どうしても果たさないといけないことがありました。岩田さんは太平洋戦争末期、国民を守るため死を覚悟の上、自ら特攻隊に志願して大日本帝国海軍に配属されました。海軍では特攻兵器として敵艦に体当たりして自爆する回転が有名でした。回転の訓練基地は全国に4カ所ありましたが、岩田さんは山口県平尾町の基地に配属されました。現在は基地の後に当時の貴重な資料を展示した平和の尊さを伝える阿多田交流館が建設され、回転のレプリカも設置されています。また大分県日出町にあった大賀基地跡にも回転神社や回転のレプリカがあり、中を撮影させてもらいました。特攻兵器回転は人間魚雷と呼ばれ、一人乗りの操縦室にはブレーキも脱出装置もない、出撃したら二度と帰れない恐ろしい兵器でした。全長 14.75メートル、直径1メートル、先端部に爆薬を充填し、中央部の席に搭乗します。操縦も難しいため、訓練中の事故で殉職される方もいたそうです。岩田さんは沖縄戦に出撃する予定で、回転の新モデルとして作られた5人乗りの光竜という秘密兵器の構造を学んでいたそうです。しかし終戦となり、出撃することはなかったそうです。岩田さんは沖縄の人を救えなかったことを今でも悔しくて、当時を振り返ると涙が出るそうです。終戦後は特攻隊崩れと揶揄され、戦争の話をすることもなかったそうです。また今では次世代に戦争体験を伝えることも自分の使命だと感じ、平和の尊さを伝える語り部などもされています。平和に次世代の人たちに何か平和に対してメッセージとかを一言言っていただいていいですかね。皆さんに言ってもやはりここもこういう昔基地があったと
ということをですね、また若い人たちにも教えてですね、戦争はどうだったっていうことをちゃんと知ってる人からですね教えてもらうっていうのが大切だと思ってます。ですのでうちの小学校中学校こちらの方に来てですね、いろいろ学習したりすることもやっておりますので、そういう活動を通じてですね、平和の尊さというのを学んでいただければいいなというふうに思っております。